リッキー・モートンはアメリカ合衆国のプロレスラー。テネシー州ナッシュビル出身。ロバート・ギブソンとのタッグチーム、ロックンロール・エクスプレスでの活躍で知られる。設定上の少年は1960年とされていた。地元テネシー州メンフィスのクアにいて1979年にデビュー。師匠のケン・ルーカスや黒人レスラーのソニー・キングのパートナーとなり、 マイケル・ヘイズ&、テリー・ゴディのファビュラス・フリーバーズや、ラリー・レイザム&、ウェイン・ファリスのブロンド・ボンバーズと対戦。同年9月には、キングとのコンビでボンバーズから、アワ・ナンブ・タッグ・オーザを奪取した。以降もクアを、主戦場にベビーフェイスの新鋭として活動後、1983年に、ロバート・ギブソンとロックン・ロール・エクスプレスを結成。アイドル系、タッグチームとして売り出される。 その後、ビル・ワットのムズはにおける、ミッドナイト・エクスプレスとの高想劇を経て、1985年より、NWA のジム・クロケット・プロモーションズに移籍。デビュー戦で、イワン・コロフクラッシャー・クルスチェフから、NWA 世界タッグ王座を奪取し、以降も、同地区のタッグマッチ戦線において活躍。その甘いマスクと、スピーディーな、試合スタイルで、 少女ファンからの絶大な支持を集めた。ギブソンとのタッグで活動する一方、モートンはシングルプレイヤーとしての才能も発揮し、リックフレアーも彼の実力を高く評価した。1986年はフレアーとの構想アングルが組まれ、当時フレアーが保持していた NWA 世界ヘビー級王座に4月から7月にかけて連続挑戦している。 1988年5月には、ギブソンと共に全日本プロレスへの初来日を果たし、同年10月にも再来日した。その後は、フリーランスのタッグチームとしての活動を経て、ジムクロケットプロモーションズを買収した、WCW に1990年より参戦したが、ギブソンの欠場中にフレアタイプの、伊て男系ヒールに転向。 復帰したギブソンを敵に回しての元パートナー同士の遺恨試合も行われた。このヒールターン時にはリチャード・モートンの名義で女性マネージャーのアレキサンドラ・ヨーク率いるヨークファウンデーションに加入。1991年10月8日には同じ色悪系のトーマス・リッチテレンス・ステーラーとのトリオでダスティン・ローです。トム・ジンク、ビッグ・ジョッシュから WCW 世界6人タッグ王座をダッシュしている。WCW 離脱後は、ギブソンとロックンロールエクスプレスを再結成し、1990年代半ばまで、ジムコルネットの主催するスモーキーマウンテンレスリングやクアの後継団体アスは、未て活動。1992年7月13日に、エディ・ギルバートを破り、 明日は統一世界ヘビー級王者となるなどシングルでも活躍した。1996年5月にはギブソンと共に FMW に来日し、彼らに影響を受けたリッキー・フジと組んでの6人タッグマッチにも出場。1997年の単独での再来日時にはフジとニューロックンロールエクスプレスを結成している。以後、 1998年の WWF 参戦を経てギブソンとのコンビを一旦解消。ベテランのシングルプレイヤーとなって、インディー団体を転戦後、2000年代に入って、ティエネなどで、ロックンロールエクスプレスを復活させている。単独での活動も行い、2007年4月に、フルスメンフィスのインディー団体、メンフィスレスリングにて、キッドキャッシュと組み、 同団体認定の南部タッグ王座を獲得した。近年も、ギブソンと共にロックンロールエクスプレスのリユニオン、ツアーを続けており、2010年4月には、主戦場としていた、クロケットプロのブランドネームと、同名義の NWA 加盟団体、マクにおいて、バフバグエルリッキー・ネルソンから、マクタッグ王座をダッシュしている。2014年1月4日、 テネシーの NWA 加盟団体である NWA スモーキーマウンテンにいて弟子でもあるチェーズ・オーエンズから NWA 世界ジュニアヘビー級王座を奪取。3月7日にオーエンズに奪還され短命王者で終わったものの57歳での最高齢体感者となった。2017年2月、ギブソンとのロックンロールエクスプレスとして WWE 殿堂に迎えられることが 発表された。3月31日に、フロリダ州オーランドのアムウェイセンターで行われた、電動入り式典では、ジム・コルネットがインダクターを務めた。2014年1月4日、57歳で、NWA 世界ジュニアヘビー級王座を獲得。ありがとうございます。